はいどうも、虫捕りチャンネルのアリュです。岐阜町採集、イエイ。今年も懲りずに岐阜町を採集しにやってきました。ちゃんと青いネット持ってます。ここね、去年来た場所なんだけども、去年はね大失敗したんだよ。ちょっと時期が早かった。でも今回はそれよりも1週間遅い日に来たんだよね。今回は早速天狗町が、こうやって天狗町がね、あの日光浴するぐらい今日はあったかい日なんだね。日差しがいい。天狗町ってなんか背中、本当にお尻側から通ると胸が青くなるんですよね。あー確かに。去年来た時は本当に寒くって全然ダメだったんだよね。去年の動画って結構怖くて見てないんですけど、出てるんですか？出てるよ。ちょうど同じ服だったよねこれ。同じやつを探し出して買い直すの、マジで、メルカリで探して。メルカリなんだ。なんかさっきいた場所と比べてなんか生き物の気配がするね。虫の気配が。ちょっとね、いつでも現れてもいいように網構えてます。この青色に岐阜町寄ってくるんですよ。おそらくね、あのカタクリの花と同じ色に見えてんのかな。じゃあちょっとこのまま歩いて岐阜町を探していきましょう。向こう側に岐阜町、岐阜町飛んでる。どこ？あ、いた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 。いたいたいた。岐阜町だ。岐阜町がさ、あの青いゴミに誘引されてきたんだけど、実は岐阜町ってあの青いものに集まる習性があるんですよ。いた、岐阜町いた。こっからどんどん岐阜町見つけていくから覚悟しろよ。取られるのかな。ヒノトウだ。ちょっと花開いてるね。ギリギリ食べられなくなる。ちょっと日差しがあって日焼けたところで緊張がします。ほんと、岐阜町、岐阜町来てる。取った。左、あ、ダメだ。取りましたね。取りましたね。取れたんだけど。取れましたな。あー楽しい。やってめっちゃ綺麗じゃねこれ。すごい綺麗な気がしますよ。網から出していきましょう。せーの、でん。おー、かわいい。てか、なんか一緒来たんだけど。ちょっとペンペコがいい。開いてますね、岐阜町羽が。僕も写真撮っていいですか？岐阜町ってこのカラーリングが豪華だよね。赤、青、黒、黄色、オレンジ。また飛んでる、また飛んでる。あ、あっちあっちあっち、いたいた。あっち行っちゃった。あ、そこ飛んでる。え、あそこにもいる。本当だ、すごい数が多いね。あ、ヒヨドシチョウだ。ヒヨドシチョウ、これはね、越冬タテハ。ああいう越冬タテハはすごい日差しが出るだけでもね、よく飛ぶんだよ。結構いいタイミングですね。ああ、よかった。ほんと1年前の雪辱を晴らしたよ。去年ずっとここで待って1日時間を過ごした場所だから、なおさら嬉しいわ。さっきまでめっちゃんこ晴れてたのに雲と風が出てきた。雲が分厚くなってんだけど、もうやだ。頼むから飛んでくれ。いる？あ、いるね。新しい植物を紹介します。
これ片栗の花、片栗粉の片栗ですね。昔はこの片栗っていう植物から片栗粉を作ってたみたいなんですけども、根にね良質なでんぷんを蓄えるらしいんですよ。今はジャガイモから作ってるんだけども、でこの片栗っていう植物はすごい変わった生態してて、もうこの時期に葉っぱと花出して、あとの期間は根っこだけ、もう本当にこの時期に現れる植物。はい、網からカメラに持ち替えました。ちょっとこれでね、あのギフチョウの写真撮っていこうと思います。テントウムシがいる。てかここに一匹いるしさ、ここにもいるんだけど、ヒメアカホシテントウらしいです。知りませんけど、いたいたいた、ギフチョウいた、あ、いた。あれあれいい感じよね、いいよ写真撮って。ちょっと敏感ですね。卵を産んでる？あああれ食草ですよね。あれ食草だよね。うん、カンアオイ見てみます。カンアオイ、さっきギフチョウが絡んでたこの植物、これカンアオイっていう植物で、まあ、正確な種類は分かんないですけど、これがねギフチョウの食草なんですよ。でメスはね葉っぱの裏側に卵を産みつけるんですよ。だからさっき卵産んでんのかなって思ったんだけども、ちょっと見た感じないですね。これもカンアオイ、ここにもない。ビロツリがめちゃくちゃホバリングしてる。結構ヒヨドシちょいね、ヒヨドシ。いやすごいねこいつ、自信満々すぎでしょ。こんだけさ人間に近寄られて逃げもしない。はい、ヒヨドシチョウ捕まえました。めっちゃ元気、まだ生きてます。まあね、この子は越冬明けの個体なんで逃がします。バイ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 。はい、っていうことで今回はギフチョウを取りに来ましたけども、バッチリ撮影もできましたね。しかもね、時期完璧だった。めちゃめちゃ綺麗な個体だったわ。嬉しいね。ようやく春が始まったよ。ということでこの辺で失礼したいと思います。虫捕りチャンネルでは昆虫採集、昆虫標本、あとは昆虫飼育の動画も上げているので、こういう動画見たかったって方はぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いいたします。それでは、また次回。バイバイ。